なんであの宮迫の会見失敗したのかなと僕ね、その見りゃれはまずいのはわかるんですよ。ただなんであんな炎上したのかというのに興味があってですね。要するに YouTube とテレビはその呼吸が違うんですよね。間合いっていうのかなあのね、テレビがねプロレスだとしたら YouTube はね、もっとあの格闘技に近いのでですね、いわゆるその見せ方が派手な技っていうのは プロレスでの見せ方派手な技っていうのは、プロレスという場では、すごい面白いし成立するんですけども、格闘技の方に持ってくると、あいつふざけてんのかとか真面目にやれよって話になっちゃうわけでなんですよね。あの、参加してる側も何か馬鹿にされたような印象をちょっと持っちゃうっていうニュアンスです。で、それで言うとですね、テレビっていうのはですね、まあ真面目な場なんですよね。なんだかんだ言っても。で、YouTube っていうのはですね、真剣にふざける場。 なんですよ。もう、どれくらい真剣にふざけるのかっていうと、あの、真剣にふざけるあまり命まで落とすと。例えばその、YouTuber の人が時々命を落としますけども、あれで正しいわけですね。それぐらいがですね、真剣に遊ぶんだったら命ぐらい落としても当然上等と思ってるのが、まあ真の YouTuber だと僕は思ってるんですけども、なので決してですね、その YouTube をテレビに戻る手段として、 使うべきではないと思うんですね。もっと真剣に遊ぶふざけた場なんですよね。で、同じようなですね、その炎上で、例えばその、男優さんと若手女優さんとの不倫事件があってですね、まあ不倫があって、それがもう延々炎上してるわけですよ。でも、二人とももうテレビには戻れないとかドラマに戻れないみたいなえらい騒ぎになってるんですけども、なんで不倫は炎上するのかって、あれ炎上という言葉を使うから、 なんか変なのであって、僕はあれをですね、クラウドヘイティングって呼んでるんですね。ただ単にその、クラウドファンディングがみんなの応援を集めてるのと同じように、クラウドヘイティングだからですね、みんなの憎しみを集めてるだけなんですよ。もうそれだけに過ぎないですよね。炎上じゃないんですよ。あの、憎しみを効率よく集めてるだけでですね。で、 実はだから、個々の人にあのインタビューしてみると別に不倫で怒ってる人ってほとんどいないんですね。あんなの許せないではなくて、ああいう人はテレビに出るべきではないというべき論みたいなものでみんな言ってるんですよね。で、誰も別に実は不倫に怒ってる人はいない。なので、コメンテーターの人が時々この ポロって言っちゃうんですよ。でもそんな不倫が悪いことなんですかとか、芸能人はそんな精錬潔白でないといけないんですかっていうふうなことを言うと、その人にまた炎上映ってくる。それなんでかというと、間違ったことを言ったわけでもなく、なんでもなく、クラウドヘイティングに参加してですね、<laughs> 効率よく憎しみをこの <laughs>、集めること、ファンディングすることに成功しちゃったからなんですね。じゃあ、誰も実は怒ってないからといってですね、許してもらえるかって無理なんですよ。 怒ってないけど憎まれてるんですね。憎しみを機械的に集めてるって僕は呼んでるんですけどもですね。この憎しみを機械的に集めてるって本質を捉えた方がまあわかりやすい。で、現在ですね、宮迫さんは、まあ 憎まれてるわけですね。怒られてないんですよ。憎まれてるんですよ。で、憎しみを機械的に集めるのに成功してるんですよ。これね、宮迫さんのね、行き先はね、簡単に言うと僕はネガティブインフルエンサーしかないと思ってるんですよ。どんなのかというと、テレビ、テレビ業界とか吉本工業へのですね、復讐を誓いながら、お笑いに対する愛を捨てきれないですね、ジョーカーとしてですね、生きるというのが一番いいんですよ。本当にマジであのメイクして。 なんであのメイクするのがいいのかっていうと、もう宮迫の顔はみんな知ってるから、なのでメイクするのが生きるわけですね。あの、なんか涙流したようなメイクをしながら、憎しみを持ってですね、テレビ許せない、吉本上層も許せないっていうふうに言いながら、お笑いのことは憎みきれないっていうような感じでやるです。ネガティブインフルエンサーっていうのが一番いいと。で、地上波を全て否定して、テレビの嘘をですね、全部暴くと。ジョーカーのメイクでそれをやるっていうのが一番です、ね。僕は宮迫さんが、 ここから先売れるパターンだと思うんですね。あの、具体的なイメージで、宮迫さん分かんないんだったらですね、柴田という YouTuber をですね、まあ見ればいいんです。全くあの柴田という YouTuber のパックリで大丈夫です。本当に大丈夫です。本気でやったらですね、柴田の10倍以上売れますから。まあまあまあ、だから、柴田ですから、大崎会長よ。よく聞けよ。お前は、全く救われないやつだ。論文の会見、厚し、そして、順見たか。お前見たのか。とあれを見て、お前は何も感じなかったのか。 お前は順に土下座したいとは思わなかったのかと。あれを見て何とも思わないんだったら、もうお前は救われねえ。俺は救えねえ。俺にはお前を救えねえ。っていうふうな、これでいいんですよ。これでバッチリ面白いんですよ。あのね、柴田と同じことを、全く同じことをやりながら、10倍過激に見えるし、100倍面白くなるんですよ。あの、YouTuber が求めてる、YouTube の客が求めてるのは、これぐらい本気で遊ぶ姿勢なんですよ。 あの、おためごかしとか言い訳じゃなくて、本気で遊んでほしいんですよ。これやるとテレビに戻れなくなるって考えちゃうじゃないですか。違うんですよ。あのね、登録数100万超えたら、 テレビも吉本ももみ手で近寄ってきます。それはもういくらクズ芸人だ、クビだと思いながらも、トールスク100万超えた瞬間に、もみ手で近づかないようなビジネスマンを僕は信用しないです。どんなに今怒っても、許してもらうより、儲かる奴だと思われた方が得なんですよ。そこら辺ちょっと間違いないにした方がいいと思うんですけども、あの、一度ね、悪役に落とされた人間は、次は数字を引っさけて戻るしかないんですよ。 頭下げて戻るんじゃないですよ。数字引っ下げて戻るんですよ。そしたら戻るから。ただ、テレビにはね、戻らない方が僕は、あの、得だと思います。なんでかというと、あの、宮迫さんがですね、このネガティブインフルエンサーとして目指すべきは、ブランド価値を落とすっていうのが仕事になるんですね。あの、ネガティブインフルエンサー。だこれってね、あのね、 アメリカの大統領選挙では当たり前なんですよ。大統領選挙って後半戦になってくるとお互いのネガティブな情報ばっかりを言い合って、その足の引っ張り合いになるんですね。で、日本のその、例えばその報道の人とかですね、政治評論家は、 そういうのもアメリカの集具的な、いわゆる大衆がバカな選挙制度そのものだって言うんですけども、あれが正常な民主主義の行き着く先なんですね。あれが全く正常な進化過程なのでですね。まあだから宮迫がですね、おいこれは自民党と、あの、俺を桜を見る会に呼べと、呼ばなかったら俺は自民党を応援するからなっていうふうに、ネガティブキャンペーンとしてやったらですね、あっという間にみんなものすごいびっくりするわけですね。ねそれだけで本当に登録数上がるんですよ。これが正しいか正しく。 正しくなないかっていかとう道徳的には正しくないんですよ。つまり、テレビ的ではないんですよ。ただ、本音的だから YouTube という場合にはものすごい合うんですね。あの、宮迫のブレーンもですね、えー、宮迫に YouTube やらせるんだったら、普通のことを、つまりテレビ的なことをやらせると逆効果だということを分かってですね、えー、これぐらい提案してやってくださいっていうのが、まあ、今日の世間話であります。どうでもいい話ですね。